日本鹿児島県鹿児島市桜島横山町、桜島の溶岩分布図。桜島横山町はほぼ全域が大正溶岩に覆われている。桜島横山町は、鹿児島県鹿児島市の町名。旧大隅国大隅郡桜島郷横山村、北大隅郡西桜島村大座横山、鹿児島郡桜島町大座横山。 郵便番号は891-1419。人口は288人。世帯数は135世帯。桜島の西部に位置する。町域の北方には桜島小池町。南方には大正溶岩原を隔てて桜島赤水町がそれぞれ接しており、西方には鹿児島湾に面している。町域を南北に国道224号。 鹿児島県道26号桜島港黒上線が通る。町域の中央部に袴越港があり、桜島と薩摩半島を結ぶ桜島フェリーの発着所となっている。町域の北端には桜島自然恐竜公園がある。横山という地名は南北町期から見え、大隅国向島のうちであった。集落背後にある城山は長渡城の跡であり、 文明年間の頃から島津忠宏の代から数代、漁師、元気年代には、鎌田正近が道場を守っていたとされている。江戸期には、大隅国大隅軍桜島里のうちであった。村高は、天保豪町は273国余り、旧高給料では216国余りであった。鳥島、沖古島は当村に属していた。安永大噴火の際には、 横山村の村民は、鹿児島城下の下町及び上町に避難している。1889年に町村制が施行されたのに伴い、桜島の西半分の区域より西桜島村が成立し、江戸期の横山村は西桜島村の大技、横山となった。1914年に発生した大正大噴火では、地域内の420個、 二十2二町部が溶岩で埋没し、1889年の村政志工事より、地内に所在していた西桜島村役場が溶岩に埋没したため、臨時に村役場を鹿児島市に設置されていた鹿児島軍役所に設置した。その後、聖堂の民家に仮役場が設置され、その後富士野に新庁舎を建設し、移転した。 1973年には、西桜島村が解消及び、即日調整施行し、桜島町の大ざとなり、2004年には、桜島町が、鹿児島市に編入され、大ざ横山は、鹿児島市の町名、桜島横山町となった。桜島総合体育館道の駅、桜島つくよみ神社公共施設道の駅自社、金融機関私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。袴越交差点から垂水方面を望む国道県道1934年に袴越港として設置され、西桜島村への桜島フェリーの発着所となった。1971年に袴越港から桜島港に改称した。ありがとうございます。